テラノドンには大きなトサカがあります。トサカをラダーとして使うことを考えてみました。ねじれにくい翼にするため、プランク材とリブを2ミリバルサにしました。翼のつなぎ目はグラスウールで補強しました。トサカの回転軸を真鍮板と真鍮パイプで作ります。トサカを動かすサーボを接着します。プロペラの軸を翼の下面に対して約12度上向きに取り付けます。トサカがラダーとして左右に動きます。ラダーレフト、ラダーライト、アップ、ダウン、フラップ、パワー。投げた時はピッチ方向が不安定ですが、浮いてしまえば安定しています。トサカラダーの効果があり、陽方向の操舵がよく効きます。プロペラが回っていなくても陽方向の操舵がよく効いています。ラダーを使ってほとんどバンクしなくとも横方向に移動しています。トサカラダーによって特に不安定になっていることはなさそうです。